先生。世界は確実に滅びつつある。ええ、私が食い止めなくっちゃ。世界再生の巫女、重い運命を一人背負わされる私たちの人柱。普通の女の子よ。どこにでもいる16歳の女の子。時々思うわ、マーテルはどうして世界をこんな風に作ったのかしら。こんな風に理不尽に不完全に。ねえクラトス、この度の成功が本当に。クラトス、コレスト、下がっていろ。でも守りながら戦う方が難しい。足でまといだ。私もそう思いました。でも間違っていたのかもしれないわね。ロイド、バカ野郎。そう、村が。僕たちの家も燃えちゃった。そう、ディザイアンはこの宝石を狙ってきたみたいなんだ。先生、エクスフィアって聞いたことあるか？いいえ。こいつのせいで危ない目に遭ったけど、ここまで来られたのもこいつのおかげなんだ。ちょっとロイド、僕の魔術のおかげも少しはあるんじゃないの？きっとロイドのお母様が力を貸してくださってるんだよ。俺もそう思う。Thank you.
素晴らしいぞみんな。この壁の質感、この空気のカビ具合、我々は今まさに超古代遺跡に抱かれている。学術的価値はいかほどのものだろうか。お姉さん、遺跡マニアなんだ。この肌触り、幸せなの。な、俺、役に立つだろ。うん、ありがとう。用事が済むまで引き返すことまかりならぬというわけね。ここが目的地。火の封印。コネット！ライド！ジーニアス！巫女の奇跡は封印に反応しただけだ。我らの相手は向こうだ。なるほどな。こいつを倒せば封印が解けるってわけか。上等だぜ。敵の魔術攻撃を待て。先手必勝。あの頭に串刺しにされたいのか。光栄は回復に専念。ジーニアスは中ほどまで出て、攻撃を適度に引き受けつつ魔術で援護しろ。ロイド、敵魔術の発動と同時に一気に周りに飛び込むぞ。いいな。来るぞ。再生の巫女よ。はい、天使様。旅は苦しいか。いいえ。待ち受ける試練はこの先徐々に厳しさを増すであろう。分かっています。耐えられるか。耐えてみせます。歩き通せるか。通してみせます。よかろう。天使の名のもと、そなたに眷属の証を与えよう。
次の封印はここよりはるか東彼の地で待っているぞ、再生の巫女よ。海を渡ることになるな。都合よくパルマコスタの定期船が捕まるといいが。でもカイロより陸伝いに東へ渡った方が。水が怖いのか。姉さん、コレットが。コレット、しっかりしろ。おい、コレット、コレット、コレット、大丈夫か、コレット。天使に生まれ変わる痛み、さしずめ天使疾患といったところね。巫女は天使になって世界を救う。どうやって救うっていうんだろう。姉さん、何か知ってるの？いいえ。少し休め。悔しいけど、やっぱ強えや。強えし、戦い慣れてる。これからも稽古つけてくれよ。よろしくな。ん？何のために？お前は何のために強くなろうと、母親の仇を取るためか？ディザイアンの奴らは憎い。でも、今はコレットのために。あいつを守るために強くなりたい。強く、もっと強くなりたい。強くなったってあいつの痛みは変わってやれない。分かってる。でも、でもその気持ちがあれば。その気持ちがあれば強くなれるだろう。あ、おい、ちょっと待てよ、クラトス。あんたは何のために強くなったんだ。あれで見張りについてるつもりなのかな。ね、シーナ。シーナ。まあ、怪我すんじゃねえぞ。おっと、お前がどこに何をしに行くのかってのは、俺様、公式には知らねえってことになってるんだっけな。おい、シーナ、本当にやれんのか。衰退世界の巫女、あんたに恨みはないけど、私たちの世界のために。
死んでもらうよ。まあやれっこねえだろ。ジーネスはゴレット。アクアエッジ。下がって。つえ、クレタス。どうした、烈悪衆、出てきて勝負する勇気はないのか、腰抜けの豚め。先生は村に来る前に世界中を旅していろんなものを見てきたんだよな。ハーフエルフってみんなああなのか。ディザイアンのメンバーはみんなハーフエルフなんだろ。ハーフエルフはあらゆる時代とあらゆる場所で人間からもエルフからも差別され続けてきた少数種族よ。だからってあいつらが好き放題やってるのが世界衰退の原因なんだろ。あいつらさえいなければ
コレットが辛い思いをする必要なんて。畜生。力を使うには未だ肉体が天使になりきれていない。レミエルはそう言ったが。はい。やれるのか。くそ、いまいましい劣悪種の豚どもが。一度は賛成したはずだ。あれはコレットがどうしてもって。ミコは痛みに耐えている。お前はただお前自身の痛みに耐えられずわめいているだけだ。太古に作られた地下水道と探せ。ロイド。助かったぜ。ありがとな。名前なんてんだ。シーナ、藤林シーナ。そっか、俺は。お前の名前には興味がない。
私にとって意味がある名前は一つだけ。コレット・ブルーネル。始末するべきターゲットの名前。何？ライダー、どうして？問答無用。邪魔立てするならあんたたちの命も。一度は助けてもらった借りがある。何か事情があるんだろうな。逃がせばまた巫女を狙うぞ。借りは借りだ。甘いな、ロイド。このままではお前は誰も守れぬだろう。守るさ。どんなことがあっても守れるくらい強くなってやる。なあ、クラトス。なんだ？あんた、どうしてとどめを刺さなかった？俺の言うことをどうして聞いてくれたんだ？教会から預かったのは守る金だ。殺すのはサービスだ。そっか。あ、気がついた。よかった。心配かけてごめんなさい。無理をしすぎよ。ダメだね、私。みんなに心配ばっかりかけちゃって。つまんねえこと言うな。ごめんね。よし、じゃあ少し休んだら出発だ。こんな私をその